よし食べよう。よしかパハイドンパテムス協会でございます。じゃあ本日は男の二合飯じゃい、というわけで二合飯といただきました。鮭2つ、なんかねレンチンしてやるやつやってんけど、鮭2切れ、それとこれもやばいよね、サバの味噌煮。ご飯のお供にはやばいっす、マジやばいっす。これでねいただきたいと思います。うん、カメラのねちょっと待って、いまいちやな。まあいっか、こう映らねえんだよね、この机じゃちっちゃくてね。というわけでまあいいです、いただきます。こう持ってたらいいか、ご飯が常にな。鮭からね、なんか朝飯って感じ。うわ、一個残しといてもよかったな。こんなむちゃに全部とか。残すかも。うん。うまっ。うまっ。ふかふか。味噌汁したかったんけど、具が全然なかったので、スープあるかなと、お湯で溶けるやつね、まるちゃんしかなかった。うん、大根でこれでね、汁物なし、うまいな。おっさんになってよかったと思う、こういうのうまさやね。若い時食ってたより数倍うまいもん、絶対に。サバの味噌煮自分で作らへんからさ、こういうのめっちゃありがたい、ほんとありがたい。もうレンチンして食えるっていうのは特に、うまっ。八丁味噌かな、めっちゃなんか名古屋の味噌煮込みを思い出さに、あ、まあ、やばいわ。こんなん毎朝作ってくれる奥さんとかいる人って最高やね。毎朝煮物のところはないかもしれんけど、酒焼いてくれたけど最高やと思うわ。魚うまいな。なんかもう買ってきてさ調理するの嫌やけど、やっぱ食べたらめちゃくちゃうまいよね、こういうの。ほんと本当にやばい。今日1週間前なんですけど、昨晩ちょっと動画編集してて飯食うのがもう夜の12時やって、作る気力もなく
カップ麺食べちゃってんけど、それからの飯やから、なんかめっちゃしみるわ。なんかちゃんとした飯食った、やっと食えたみたいな。ありがてえ。いや、鮭これ二切れ食うのもったいないわ。めっちゃご飯進むやん。うまっ。止まったわ。電池切れや。うん、骨までうまいよね。ほろほろ。うん、だんだん食える骨。味噌だれたっぷりつけよう。これ串カツつけたら味噌、あの味噌に、あれなんやろな、味噌カツなんやろな。味噌にうまいわ。うん、まうまい。うん、ちょっと この一切れはまだちょっと晩酌でもするときに食べたいと思う。もったいない。というわけで、男の肉を飯、味噌煮と、サバの味噌煮と焼き鮭でした。
ごちそうさまでした。バトマス協会でした。ありがとうございます。美味しかったです。